ねえねえ、気に入ってさ、その、あのー、あの噂って、本当なのご、ごめんね、急に変なこと聞いて。困るよね、こんなこと聞かれても。でも、あの噂って、本当なの わからない顔をしてるね。じゃあ、あの噂は、やっぱ、嘘なのかないやー、そのー。うん、気にしないで。あ、ひ、引き止めるなんて君、意外と強引なんだね。へー、もしかして、 今から噂通りのことになるのかなうーん。黙っちゃったし、違うのかなまあ、君にとってあんまり良い,い噂とは言えないから、気にしないでね。ごめんね、忘れて。 噂について知りたいそんなに知りたいんだ。本当に教えるつもりはなかったんだけどな。そっか、そうなんだ。じゃあ、どうしようかな。か、可愛くおねだりしてくれたら教えてあげるよ。教えてくださいって。 可愛く言えたら教えてあげる。ねえ、教えて欲しかったら早く言ってみてよ。ほーら、早く。うんうん、教えて欲しいんだ。そっか、そうなんだ。じゃあ教えてあげる。 実はね、君が頼めばどんな女とでも遊んでくれる男って噂があるんだよね。ねえ、それ、本当なのち、違うって必死に反対してるの、すっごく怪しいね。もしかして、私が陰キャだから嫌でダメなのでも、 どんな女でも大丈夫って噂で入ってたよね。大丈夫だよね。ああ、もういいや。ねえ、キスさせてよ。いいでしょ君が誰とでも遊ぶ男だってことをみんなにバレてるんだからさ。は 知らないわけないでしょだって、クラスのビッチたちが言ってたよ。君は誰とでもキスしてくれて、トロトロで可愛くなってくれるって。みんな言ってるんだから、噂なわけないじゃん。もし噂だったとしても、火のないところに煙は立たないって言うし。つまり、噂が嘘だったとしても、 君がそういう男の子だっていうのは間違ってないはずだよね。おい、顔背けんなって。逃げないでよ。ねえ、いいでしょキスしようよ。私、君とキスできるって思ってたのに、そんなにじらされたらもうおかしくなっちゃいそう。もういいや。 ねえ、こっち向いてよ。あやく、私も無理やりは好きじゃないんだ。うーん、そんなに抵抗して嫌なの好きな人以外とはしないまだそんな順序ぶってるんだ。かわいいね。 でもダメだよ。私無理やりは嫌いって言ったけど、さすがにそんなに可愛い声出されたら、我慢できないから。ほら、こっち向け。向かないならこうやって力ずくでこっち向かせてあげるからね。よいしょっと。君は華奢だし、本当に力が弱いね。 私がちょっと力入れただけでこっち向いちゃった。あ、もしかして、泣きそうな顔してるのごめんね。でも、私がスッキリしたら、すぐに話してあげるからね。ちょっと待ってね。大丈夫。優しくしてあげるから。 大丈夫だって。私もキスの経験ないけど、きっと君の脳みそを、ドロッドロに溶かしてあげるから。ほら、口開けて。これ以上私、乱暴なことはしたくないから。あ、目は抵抗してるのに、口開けてくれた。かわいい。キュンキュンする。ごめんね。 ごめんね。でも、キスはするね。行くよ。ラ <laughs> 君の口美味しい。ねえ、ベロ絡ませようよ。お願い。一回だけでいいから、ベロチューしよう。お互いの唾液を君の中に入れてあげるね。 外と内から私にドロドロにされて。レーって舌出して、ベロ中のおねだりして。お願い。私君がおねだりしてくれないと、この興奮収まらない。君も早く終わった方がいいよね。私みたいな女に、こうやって絡まれるの嫌だよね。だから、早くベロ出して。 うん、ありがとう。じゃあ、舌入れちゃうね。<laughs> 君の目、トロトロになっちゃったね。気持ちよかったあ、うなずいてくれた。 やっぱり君がキスだけでトロトロになっちゃうって噂、本当なんだ。じゃあさ、君、これから私と毎日キスしてよ。一回だけって約束うーん。まあ、そのつもりだったんだけどさ、君の今日の表情とか見てたら、 これ定期的にやらないと私ダメになっちゃいそう。私、君にはまっちゃった。でも、君が悪いんだよ。私にあんな可愛い顔見せて、今もトロトロになりながら私のこと煽るように好意して。だから、君は私に毎日ベロチューされないといけないの。 ああ、もう、うるさい口だな。塞いであげる。ああ、またトロトロになっちゃったね。これから毎日キスするけど、いいよね。 まあ、ダメって言っても、また押さえつけてするんだけど。あ、そうだ。私以外のことキスしちゃダメだから、迫られてもちゃんと断ってね。じゃあ、明日からもよろしくね。私だけのキス奴隷さん。